それでは続いて中級に行きたいと思います。皆様こんにちは、アンチエイジングボイストレーニングの川島由美です。さて今日は前回に引き続き、あえあえ、舌根を柔らかくするあえあえの中級編に行ってみたいと思います。初級編をまだ見ていない方はぜひ初級編の方をご覧ください。初級の方は動画の初めの方にこのあえあえの目的や効果について話していますので、ぜひそちらをご覧になってから初級の発声練習、そしてこちらの中級の発声練習にお進みいただけたらと思います。それでは中級の発声練習いってみましょう。中級の音聞いてください。あえ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 あになります。はい、結構です。さてここでちょっと注意ですけれども、あえあえあえこんな風になってる人はいませんか？あえあ、ここでアタックしている、舌根を固めている人はこのようになってしまいます。力を抜いて上顎を開いて息を口の中で回す、ジラーレと言いますけれども、あえ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 、口腔が下がって、口腔内が下がっているとこのようにあえあえあえこんな感じになります。ブツブツ切れちゃってるなと思う方は口腔内の高さが足りません。しっかりやってみてください。なんかどうしてもうまくいかないっていう場合はですね、仰向けに寝てあえあえやってみてください。重力がこうかかるので開けやすくなります。口角は上げといてね、口角を下げるとあえあえなりやすいので、今日は上げたままやってみてください。それでは中級のバリエーションに行ってみましょう。音を弾きます。今のこれにあえ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 にあえ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 あをつけます。もう一度やってみます。あえ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 あ、はい、あえ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 あ、回して、息を回す、皆さん中級のあえあえの発声練習いかがでしたでしょうか。このあえあえの発声練習はほっぺたを引き上げて舌根を柔らかくし、嚥下障害や飲み込みの、心配にね対応していくいい練習になりますので、ぜひ繰り返しやってみてください。はい、このあえあえの発声練習、この後上級編にも続きます。どうぞ皆さん繰り返し練習なさってください。それでは皆様からのコメントやグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また